まあ、さまざまねグッズがありますけれども。そうですね。これなかなか、あ、取れちゃった、あ、入れってことだなって。え、裸の付き合いですか。イエーイでしたけど、まあ、教科部長の前なんで言えない。こんにちは、川口まりなです。この番組はワクセルのコラボレーターや特別ゲストをお招きしてお話を伺っていく番組です。今後スポーツ選手をゲストにお招きする際は私が MC を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まずは簡単に自己紹介をさせていただきますと、現在はフリーアナウンサーで、以前は山形の放送局でアナウンサーをしていました。趣味は読書ですとか海外ドラマ鑑賞、それから3歳から習っているエレクトーン、まあ、インドアなものが多いんですけれども、その一方でサッカーですとかバスケなんかも、あのスポーツ観戦もすごく大好きなので、今回この方にお会いできることをとっても楽しみにしてきました。今回のゲストをご紹介します。元プロサッカー選手の中村健吾さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お会いできて光栄です。いや本当に良かったです、はい、絶対思ってないですよね、初対面ですし。いや思ったと思います。いや、サッカーが大好きって言ってくれたんで。あ、そうですね、はいはい。まあ、まずはですね、18年間の選手生活、はい、本当にお疲れ様でした。 ありがとうございます。いや、あのまだ選手のイメージがあって、はい、なのでなんか中村さんじゃなくて中村選手なんて 言っちゃいそうなんですけれど、あのこの4ヶ月結構そういうふうに言う方は多いので、どっちでもいいです。なるべく3でいきます、ね、はい、はい、まあ、選手ではないんですけど、はい、選手っていう方すごく多いんで。いや、そうですよね、はい、多分それだけまだ多分皆さんの中では切り替わってないんだろうなっていう。いや、そうだと思います、はい、ということでですね、中村さんが7年在籍されましたフロンターレ、川崎フロンターレのグッズを今日はこのようにずらっとちょっとご用意してみました、はい、いや、もう自己紹介してる時に多分誰がゲストかもバレてたんじゃないかな。多分中村さんだろうなみたいな、ちょっとレベルでかなりのグッズありますけどね。出てますしね、そもそもね、はい、まあ、ユニフォームも飾っていただいて。そうなんですよね。いや、フロンターレのユニフォームってかっこいいですよね。でそもそも色もなんかこう青空みたいで爽やかで素敵ですよね、はい、だけどモンテディオも山形も青じゃないですか、ベース一緒の。そうなんですよね。さすがに今日は着れないですか。そうなんです。あの私あの先ほどお話ししたように山形の放送局でアナウンサーをしてたので、はい、ちょっとモンテサポーターなんですね。モンテディオ山形のサポーターということで、はい、まあ、本当だったら多分こういう番組で普通ユニフォームを着て中村さんですみたいな感じでお迎えするはずなんですけど、はい、そうですかね、はい、ちょっとあのモンテディオ山形はですね、川崎、それから中村さんとちょっとした因縁があるので。そんなですか。ちょっとね、どう簡単にそれは通せないんです。あ、もうそういう感じなんですね。そうなんです。まあ確かに僕の JA 初ゴールはモンテディオ山形戦でしたから、ね、はい、そう、ちょっと怒ってるじゃないですか。目が、はい、ちょっと今目がマジでしたよ、はい、そうなんですよ、はい、まあ、あと連敗してた時に、はい、のその連敗を脱出した時の勝った相手が山形さんでした。しかも向こうですからね。そうなんですよ、はい、山形のホームで連敗ストップしましたよね、はい、いや、もうそうだ、そういう意味ではまあ袖は通せませんよ ね、 そうなんです。今日ちょっとモンテサポーターの皆さんの顔が走馬灯のようにこう走りまして、はい、今日はちょっとあのとはいえこう、そうですね、フロンターレにかなり寄せた、はい、寄せましたね、はい、いや、いいと思います。ありがとうございます、はい、いや、俺がいいと思いますけどね。なんですけどね、お墨付きをいただきました、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、さあ、まあ、さまざまねグッズがありますけれども。そうですね、これなかなか、あ、取れちゃった、はい、ミニ取れちゃいました、すみません。裏側が見えてます、はい、ミニフラッグとか、はい、本当に J リーグ、それから川崎フロンターレってグッズがいろんなものあって面白いですよね。いや、もういろんな人に手が届くような、はい、それいるっていうグッズまで王道のねグッズからそういうところまで、はい、うん、かなり用意をされてるんで、うん、まあ、ここにあるのはもうその一端でしかないので。そうですよね、まあ、それこそこのミニボールなんかは、はい、選手にサインをもらったりとかできるボールですよね、はい、もうだから真っ白なんですね。なるほど、はい、いや、いろんなとこにこう、ね、装飾ついてると、ええ、選手たちのサインが目立たないですから、そういうところも考えて多分、まあ、こっちはもう青ですけど、まあ、これも青だけで。お子さんも遊べますね。あ、まあ、そうですね、まあ、けどサイン入ったボールあんま蹴んないでほしいなっていうのはちょっと思いますけど。飾って、はいはい、いや、それから私ちょっとあのフロンターレのオンライン
ショップみたいなのも、はい、ちょっとグッズ覗いてみたら、ありがとうございます。なんていうんですか、ご祝儀袋とか、はい、ポチ袋とか、うん、ありますね。あと登里選手の勝負パンツ、すごく面白いですよね。まあ、選手側からもちょっとアイデアも出たりもしますし、はい、もう結構こう記念グッズなんかも結構コンスタントにも出ますし、もう何でもグッズにするって。いや、それこそやっぱり J リーグって地域密着みたいなことをこう理念に掲げているじゃないですか、はい、その中でも中村さんは特にこうサービス精神とか、こうサポーターにこう身近な存在でいたいとか、なんかそういうことをすごく意識されてたような印象があるんですけど、はい、いかがですか。まあ、僕自身が入った時にフロンターレ J2 で、サポーターの、その試合を見に来る人たちも雨だと3000人4000人ぐらいで最初、まあ、今では考えられなかったんですけど、けど本当そういう認知度のクラブで、要は僕たちからクラブ側からアプローチをかけないと、要はまあ立地も川崎なんで、要は週末はもうどこにでもね、都内もそうだし、いろんなとこ行けてしまうんで、要はその人たちをどう轟きに足を運んでもらうかっていうのを考えた時に、やっぱり自分たちから出向いていかなきゃいけないっていう、そういう、こう僕が入った時はそういうクラブだったんで、まあ、そこからまあいろんなこうコラボレーションしたイベントも含めて、まあ、やってきた中で、まあ、どんどんこう成績も含めて大きくなっていったんですけど、まあ、最初がそういうクラブだったんで、まあ、自分もまあ大学生からこうフロンターレ入って、まあ、プロのサッカー選手っていうのはボールをね蹴ってお金をもらうっていうイメージがまあ強かったんで、まあ、そういうこう自分のこう考え方っていうのはいい意味で壊された。あ、プロクラブってこういうことまでするんだなっていうのを、まあ、けど結局フロンターレがそうだっただけで、他のクラブそんなやってないっていう話は後から気づくんですけど、結構あれですよね、サポーターの方と銭湯に入ったり、あ、はいはい、この間入り、まあ、引退してからですけどね、はいはい、まあ、引退、まあ、現役でも多分入ってたとは思いますけど、すごいですよね。ちょっと、いや、あれもなかなかですよ。いや、もう、いや、入るって聞いてなかったですあ、そうなんですか。そうなんですよ。あら、全然聞いてなくて、はい、もうクラブとその浴場組合の方では話はついてたらしく、はい、で、あの会場行って、はい、ケンコさんちょっと見てくださいよっつって、こう、はい、ロッカー開けられたら、いや、このボケとタオルが入ってあって、はい、あ、入れってことだなって。え、裸の付き合いですか。いや、もうそのまんま、だから全部脱いで、だから写真もだから全部脱いだ状態で入ってますすごいですよね。なんか、いや、もうすごいですよ、ね、意味が分かんないで、入ってる自分も入りながら何やってんだろうと思いながらいや、だけど、まあ、それは一例ですけど、要は喜んでくれるんですよ、うん、まあ、それも浴場組の皆さんももちろんだし、それを写真に撮ってアップすると、はい、何やってんだよと言いながらも、じゃあちょっと行こうっていう人も中には出てくるし、要はもう最初からそういうのの連続だったんですよ。要は最初はフロンターレ知らない、中村憲剛知らないけど、そういうことをやっていくことで、中村憲剛ってどういう選手なのとか、フロンターレってどういうクラブなのっていうところで足を運んでてもらって、で、実際サッカーを見てもらって、あ、面白いんだって、その連続ですよ。だから、うん、全く問題なかったし、自分の中でも、あ、入るんだろうなって、開けた瞬間思いましたし、なんかそういうのもちょっとこう楽しみながら、あ、そう、僕は楽しみながらできるタイプなんですよ、選手によっては苦手な選手もいますから、もちろんそういうのがね、はい、それはもうだからやれる選手とやれない選手はもううまくその回数も含めてやっていけばいいだけで、だ、自分は結構その反応もダイレクトにあったんで、すごく楽しめましたし、まあ、自分が楽しんでやってお客さんが増えて、で、結局ね、誰から僕らはお給料をもらってるかっていうと、まあ、入社数、ね、あの、来てくれる方のお財布から出てるわけじゃないですか、まあ、グッズの購入もそうだし、まあ、スポンサー収入ももちろんありますけど、まあ、そう考えた時にね、やっぱり自分たちがどん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 行って知ってもらうっていうのは大事なことだなと思いながら、はい、やってきた18年です。まあ、それこそあの昨シーズンなんかはコロナ禍でこうちょっと特別なシーズンというかだったじゃないですか、はい、ですね、それこそサポーターの皆さんもこう声援を送れないというか声を出せない、うん、だからこそこうサポーターの存在ってすごく、特にもうラストシーズンだったわけじゃないですか、やっぱり特別でしたか。まあ、緊急事態宣言が明けて再開が始まった時の試合が、まあ、まあ、リモートマッチ、もう要はお客さんを入れない状態で、やっていて、まあ、僕はその時まだリハビリ中だったので、上から見てたんですけど、はい、まあ、味気なかったですね。ボール
と選手たちの声だけ、あと監督の声だけ、あ、まあ、結局あの1試合だけでしたけど、はい、要はその後に徐々にお客さんが戻ってきてスタジアムにいてくれるだけで、こんなに違うのかと、まあ、声は出せないんですけど、要は拍手とか、そのみんながそのいる、その応援するチャンスの時にはもうってこう、はい、声は出せないけど、この念みたいなのが、空気がやっぱ違うんですよ、はい、あのそれまでもそのサポーターの存在というか、皆さんのそういうパワー、後押しっていうのは感じてましたけど、まあ、ああいう形になってその人がいないっていうのを経験したことで、よりその皆さんの存在のありがたさは感じました。でしかもそれが自分のラストシーズンに来たっていうことは、そうですよね、なんかすごく意味が、自分にとって大きい意味があって、だからみんなにとってやっぱりそのサポーターがいる中でやれることは当たり前じゃないっていう、やっぱ感謝をしなきゃいけないなっていうのはすごく感じましたし、まあ、またその後自分がリハビリから戻って試合に出た時もやっぱ皆さんがいた状態だったんで、まあ、あの空気感はもう何とも言えなかったです、ね、なんか忘れられないですよね、なんかそんな空気感だったね、まあ、本当にこう、いや、あ、そんないないなんてことないじゃないですか、はい、ゼロなんてないですから、それをこう、まあ、こういう状況下ですから、まあ、しょうがないですけど、経験したことで、いや逆にこうどう工夫して皆さんに喜んでもらえるかとかっていうのは必要になってくるんじゃないかなって、はい、思いましたね。さてそんなサポーターの方々の声援を受けながら、まあ、18年の現役生活を終えられて、はい、まあ、数ヶ月経ちましたけれども、どうですか新生活は。いや激変ですね、本当にガラッと変わりましたよね。ガラッと変わりましたね。何が一番大きく変わりました。いや、まずその固定で活動する場所がなくなったっていう。あ、まあ、ずっとそうですね。いや、そうです。18年間朝起きて、はい、練習場行って、サッカーやって、帰ってくるっていう、はい、で試合は、まあ、ホームアンドアウェイがあって、移動があったりとかもした中で、はい、まあ、要はずっとこの自分のこう範囲は決まっていた中で、ある意味なんか放たれた感がすごくて、あ、どうぞ自由にお好きにどうぞみたいな、えっていうちょっと戸惑いみたいなのも、あ、戸惑いというか、こういう世界なんだなっていう。いや、要はもうスケジュールも自分で決めれるし、はい、で午前にやるかお昼にやるか夜にやるか、それはもうその受けたいただいた仕事のその時間帯に合わせる。要は今までは朝起きて午前に練習やって帰る。いや、だからもういろんなこうスケジュールになっていくんで、要は不定期、いい言い方で言うと不定期、だそれはねすごい変な感じですよ ね、 そうですよね。朝起きて練習場行かないっていうこと自体がやっぱり違和感でしかなかった。特に最初の1月は、はい、さて、まあ、中村さんといったらもちろん知らない方いらっしゃらないと思うんですけれども、今日はですね、あの番組の方で簡単にこのように中村さんの経歴をフリップにまとめさせていただきました。少しご紹介しますね。まず2004年、24歳の時ですね、 J2 から J1 へ昇格。まあ、これ私も驚いたんですけれど、川崎、先ほどちょっとお話ありましたが J2 にいたんですよね。そうですね、意外と知らない方今多くて、はい、で2003年に、中村さんは J2 の川崎に入団されて、はい、で2006年、まあ、初日本代表、オシム監督との出会いがありました、はい。2010年には南アフリカのワールドカップに出場、2013年はブラジルコンフェデレーションカップに出場、さらに2016年、こちらは36歳の時ですが J リーグ年間 MVP を獲得されています。そして2021年、今年の1月に引退という流れになっています。まあ、フリップは非常にコンパクトですけれども、ここに18年の歴史がギュッと詰まっているわけで。そうですね、確かにフリップにするとコンパクトですね。キュッと、はい、もうキュッとしてますけれども、キュッとされてますね、はい、どうですか18年、まず長かったですか短かったですか。一言で言うともう難しいと思うんですけど、まあ、終わってみれば短かったですけど、うん、振り返ってみると長いです。18年ですよ。そうですよね、デビューした時に生まれた子が、高校3年生ですか。いや、本当そう考えるとそうですよね、大きくなったなってなりますよね。若い子だから、入ってくる若い子たちに毎回その話してましたから、2003年の時いくつよって、はいはい、いや小学生でした、ね、でも俺はその頃デビューしてたんだと、うわ、
途中からはもう生まれてませんでしたっていう選手たちが続出してくるんです。ゾッとしますね、はい、いやもうすごいそのたんびにすごいどっと疲れが出るっていう、なんかもう自分の息子に近い感じですか、最後18歳の選手なんで。そうですよね、まあ、そんな歴史の長い18年ですけれども、この中で、まあ、本当にさまざま出来事たくさんあったと思うんですけれども、中村さんの中で特に印象に残っている出来事、この中で言うと何が挙げられますか。まあ、上から順に言えばやっぱ日本代表は初めて呼ばれた時はすごかったですね、いろいろな意味で、まあ、僕自身がアンダーカテゴリーっていうか、要は世代別の日本代表に一回も入ったことなくて、はい、日の丸っていうものをつけたことなくて、なんか日本代表に入る前の大きな代表は小学校6年生の関東選抜。そうですね、はい、そうです。すごいですね、それはそれですごいんですけどね。いや、それはそれですごいんですけど、まあ、その、はい、日本代表という場所に比べれば、まあ、地域ですから、はい、そういう経験しかなかったんで、うん、まあ、結構学生時代なんかもう劣等感の塊というか、はい、そういう日の当たる選手たちとは自分は全然違うルートをたどってきたので、まあ、ただプロ入ったらね、もうそんなの関係ないですから、あとは自分次第だっていうふうに思ってましたし、まあ、そこからこう力を自分もフロンターレもつけていったことで、まあ、日本代表に呼んでもらったんで。どうですか、最初は、はい、初めてこう選ばれたっていうのが分かった瞬間ってどんな気持ちになるんですか。試合のから帰ホームから帰ってで車で運転してて、はい、電話が鳴り、その教科部長が電話が鳴って、はい、日本で入ったと。マジっすか。一言目マジっすかですか。マジっすか。いや、イエーイでしたけど、まあ教科部長の前なんで言えないですよ。はい、あ、そうなんですね、はい、ちょっと恥ずかしいじゃないですか。テレがあってで、いついつからあるんで、はい、もうそこに、まあ、あと詳細送るから、まあ、とりあえず入ったぞっておめでとうみたいな感じで、ありがとうございますって切って、で同じチームのガナハ選手が同じしたんですけど、はい、要は彼も入って、その彼ももうちょっと前からオシムジャパン入ってて、はい、で、まあ、自分も入ったからもうすぐ電話して、うん、何が必要なの、日本代表って何が必要なのグッズですか、グッズ的な意味で、着替えとか下着とかスパイクとか何が必要なのって。いや、ウェアはもう全部あっちにあるから、はい、要は下着とスパイクだけでいいと。ありがとうございます。初めての旅行みたいですね。いや、もう本当そうですよ。で、横浜だったんですけど、はい、最初の場所が。で、ホテルで行って、で、オシムさんが、まあ、その、ミーティング会場にいて、まさに挨拶して。あの人大きいんですけど、はい、すごい大きくて、座ってたんですけど、立った時こんな感じでしたから、あ、見上げる感じなんですね。いや、でっかと思って、いや、それまでも J リーグで対戦はしてたんですよ、はい、ジェフの監督でもあったんで、けどそんな近距離で会ったことないから。そうですよね。で、手も大きいし、はい、握手した時、でもう周り見ればみんなね、若い頃から日の丸背負ってたり、まあ、川口芳勝さんみたいな、こう、スーパーレジェンドの方もいて、もう対戦はしてましたけど、もう完全に気遅れしてたんですよ。もう集まってるわけですからね。いや、そうなんですよ、自分も日本代表だから、はい、もっと堂々とすればよかったなと思いますけど、やっぱり自分がそういう、ね、日の丸一回も来てこなかったりとか、もうむしろその日の丸を着てる人たちを応援してる側だったんで、はい、若い時から、もうちょっとお客さんみたいなところがあって、だから最初すごい変な感じでした、はい、なんかそれこそ日常生活でもちょっとこう新しい現場に入る時とかってちょっと気遅れしたりとか緊張したりとかってする場面、はい、多分今見てくださってる方の中にも経験あると思うんですけど、まあ多分ね、いると思います。切り替えってどんな風にされたんですか。まあ、僕の場合は、はい、要はサッカーしに行ってるんで、はい、いや、その後着替えて移動してスタジアムでやるわけじゃないですか。もうそこ入ったら一緒ですから、あーボール蹴り出したらもう、はい、あと自分のことをアピールするだけですから。で、まあ、呼んでもらって行ってるんで、要は自分がいいから呼んでもらってるわけだから、そこには自信を持って、なんかその遠慮してやらないとかじゃなくて、ここではもう全分に自分のパフォーマンスを出すっていう。どう、そこはどうとしました。やるべきことをもうやるだけですもんね。まあ、だから逆に言えば、まあ、はっきりしてたんで、はい、
非常にやりやすかったし、まあ、オシムさんのそういうトレーニングっていうのは、はい、まあ、考えて走るサッカーっていうのは、はい、まあ、キャッチコピーみたいなところあったので、まあ、その自分は考えてプレーをするっていうのを、まあ、学生の時からずっとやり続けてきた人間なので、そういう意味では結構すんなり入れたし、練習もものすごい楽しくて、まあ、疲れは頭疲れるっていう、体もめちゃくちゃ疲れるんですけど、すごい充実感があって、まあ、ただそのワールドカップこう出場されてちょっとこう悔しい思いもされたっていう話も伺ったんですが、はい、まあ、そこからこう2010年の南アフリカのメンバーにも入って、まあ、予選リーグは出なかったですけど、はい、こう、まあ、決勝トーナメント入って、まあ、自分は攻撃的な選手だったんで、勝ちに行くなら自分が出る可能性があると、うん、まあ、予選リーグよりはあるかもしれない、まあ、で準備もずっと予選リーグの時はしてましたし、コンディションもすごい良かったんで、はい、まあ、それを見て岡田監督も多分その途中から出してもらって、うん、で 0-0 だったんでパラグアイ戦が、うん、で自分ももう得点を取る、もしくは絡んで日本をベスト8にっていうのをもう気概をもう充満してたんで、うん、まあ、入って、まあ、プレーはして、もう結構何回かチャンスはあったんです自分の中では、それができずに最終的に、まあ、PK で負けてしまうんですけど、そこはものすごい大きな後悔がありましたね。そこってもうサッカー人生の中でも結構ターニングポイントというか、こう なんて言うんでしょう、ずっと忘れられない体験みたいな、うん、もう今でこそそういうことはないですけど、あの時終わってから帰ってきてからそういう夢をはすごく見ました。要は決めてる夢、決めて日本がベスト8に行ってヒーローになった夢は何回も見て起きて死ぬほど悔しくなるっていう、現実を見るとっていう、その連続でした当時は。こう中村さんの本いくつか拝読したんですけれども、ありがとうございます。まあ、その中で玉田選手のこう浮き球のふわっとしたパスが来たんだけれども、はい、そこに合わせられなかったと、そこが結構こう印象に残っているというお話でしたが、なんて言うんでしょう、私全然サッカー詳しくはないんですけど、戦術のところは全然わからないんですけど、ね、はいはい、なんかそのパスが合わなかったって結構こう運みたいなところもあったりするのかなって思っちゃったりするんですね。でも、うん、なんかそこを運で片付けないっていうか、はい、こうなんて言うんでしょう、大事な場面はこう絶対こうそれまでの過程が大事なんだっていうことをおっしゃってましたけど、はい、まさにそういう考え方でずっとされて、まあ、あのシーンは、まあ、後半入って、まあ、2人とも途中から出てフレッシュな状態で結構いい形でつなげてて、まあ、左サイドからえぐっていった玉田選手がこう自分はマイナスで受けて決めたかったっていう、彼はそのまま平行で浮き球で出して、要はパスがずれた状態だったんですけど、まあその瞬間に先に自分がその玉田選手が出したいところに走っていれば確実に決めれたんですよ。後から見返してももう 100% そうで、むしろなんでそっちを選んだんだろうって、自分にすごく落ち度があったんで、だからそこをもう花からそこを信じて走ってればもうベスト8だったし、っていうのがまあその本にも書きましたけど、はい、それがすごく後悔していて、でその運じゃないんですよあれは。やっぱり自分が先に動いてれば玉田選手もそこに出してたし、はい、自分がマイナスにいたとしても呼び込んでれば多分ボールは来たし、はい、あれがねすごくこう脳裏に焼き付いていて、だ次のブラジルワールドカップの時にはそれが決めれる選手になりたい、でありたいって、うん、まあ、それをどういう形で持っていくかわからないですけど、はい、そういう選手になれるように成長するんだっていう強い気概を持ってまたリスタートはしたんですけど、まあ、結局ねそのワールドカップはいけなかったですけど、はい、まあ、けどそのこう気持ちっていうのは、まあ、結局自分を成長させてくれたところありますし、もう書き終わりました。書きましょう、はい、早い。じゃあカメラにお願いします。まさかの、いやこれ笑い取りに行ったわけじゃないですから。